Mesh Tabby. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Mesh Tabby wa. Gachi de Mata Tabathai. Sapporo Soup Curry Selections des. いつもは順位なんてつけないのですが、今回は私たちがそれぞれ好きなスープカレーをカウントダウン形式でご紹介してみます。試験的にね。それでは早速。Let's get it started.Number 5 Babo Okini Illy Sumikawa Roku Joe 4 Kitaro 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 1985年創業、ブームになる前、スープカレーという名前ができる前から存在していたキタロさん。現在スープカレーの主流であるトマトベース素揚げ野菜方式を編み出したのはここキタロさんなんだそうです。オードインドカレーに鶏や和だしを加えたアレンジがそのまま現在のスープカレーの原型みたいになっちゃいましたね。純スミ系ラーメン並みに油の層がムムムーなるんだけど、ゲゲゲ、多分スーカルで一番油浮いてる感じ。マジで大丈夫なの？でもね、これ飲んでみると、あら、美味しい。言葉で説明できないけど、プラスのオーラしか感じない。胃の中がポッカポッカして、食べた後ずっと胃が気持ちよかったんさ。不思議な感覚。そんな気持ちになったことないな。でしょ。シンプルでスープ勝負のスープカレー、多分これ体にいいっす。すぐまた食べたくなる。まあ薬性ありってことね。だ、かなり強めにね。 Number 5 Green Okini Illy Hongo Doli 8 Magic Spice。 なんだかんだ言って私マジスパ好き。お、意外なとこ来たね。マジスパのルーツは店主の下村さんがバリ島で食べたインドネシア料理ソトアヤム。ソトアヤムの美味しさに感動して独自のアレンジを加えて売り出そうとしたのだけれども、当時はソトアヤムって名前じゃ絶対売れないと思い、アジャンタの店主とスリキョウの店主にスープカレーという名で売ろうと思うと相談したら、2人揃ってそんな名前じゃ売れないわと言われたんだそうよ。ってことは反対を押し切って単独でスープカレーっていう名前を名乗ったんだね。さすがですね下村さん、押し切り大成功賞。札幌の文化にまでなっちゃいましたね。さらっとしたスープが飲み出したら止まらないの。確かにね、摩訶不思議中毒性あるスープだね。今まで食べた中で一番ありえへんってカレーてか、全然全くもってカレーじゃない美味しいスパイススープ。確かに全然カレーの味はしないもんね。やっぱ普通じゃないのよマスター。と言いますと？だって UFO に誘拐されたことあるんですって。え？マジで？うん。小焼きスタジオ見すぎじゃない？違うわよ、リアル拉致されたらしいの。グレーにインプラントされたんですって。宇宙人のグレー？うん。マジで？宇宙人にインスパイアされてたんか。だのよ。それでこの超宇宙的カレーが出来上がってわけか。きっとさ。Number 4 Babo Okini Illy Kotoni Ichi Joe 5 Sakura Brown。 Sakura Brown っすね。これ知らない人多いかもしれないけれども、コトニのスープカレー屋さんね、私食べてないんですけど、ずるい。唯一無二炙りトマトの虜っすね。辛いスープカレーを食べ進めるのにオアシスとして非常に素敵な働きをしてくれてます。この炙りトマト、人参に対する取り組みも好感が持てます。人参が甘いって書き込みが多いわね。人参がグラッセっぽく一手間加えられてると思うんだけども、この一手間の工夫が嬉しいですね。より美味しくを追求する心意気が。私人参嫌い。知ってるよ、よそ見してる間にいっつもおじさんの人参増えてるもんね。やべえバレてる、ヒギ人参移植。何がヒギだよ、バレバレ。オーソドックスなさらっとしたスープにガツンと辛い、舌先で感じる辛さではなく内臓に染み入る辛さがいい。こういうさらりと系スープが好きだね。ちゃんとスープが足りません。ちゃんと足りません。そうだよ、終盤スープが早めになくなっちまってさ、悲しくなってくるんだよね。あー、そういうことね。そうそう、スープカレーでスープが飲み干せないお店なんて門外不出ね。それ日本語の使い方違うでしょ。
え、マジで？ Number 4 Green Okini Illy Hiragishi Sanjo 16 Soup Curry King 2007年南平岸にオープン平岸同士にあるそう来たか平岸同士って何同士 Redo もたい平岸通りにあるキングさんなんか名前からして強そうじゃんキングだからねがっつりゴリ押し系のイメージしてたんだけど全然違うの和風一番だしと動物系のダブルスープがさっぱりとした中にもコクがある感じね雑穀いいねこれ黄色いよね鳥かな鳥パイタン系かなそうなのかなっぽい色よねやっぱ納豆カレーですね納豆カレー史上2番目に好きですねこれむむってことはむむむむむらこちらはひき肉がいい感じにゴロッとしてたりほぐれてたり食感が楽しいんです納豆カレーデビューする方におすすめしたい食べやすいカレーゴロッとひき肉引いたらひき肉ひき肉にくいキングカレーはひらぎひどうひ何言ってんのひどいねそんな言いづらいかなゴロッとひき肉引いたらひき肉ひき肉いキングカレーは平岸通り沿いすごい自己実感No.3 Babo Okini Illy Hachikan Gojo Nishi 1 Espreito Espreito 最近の八軒界隈がガチで初体験だったんだけれど驚いたね美味しくってエスパー伊藤と全然関係なかったことね伊藤さんですらなかったのは私もびっくりこれって例えばおじさんがカレー屋やって名前をキムタクにしても問題ないってことなのかなうん法的には問題なさそうね品種は買うでしょうが全然関係ないけどミーシャの本名に驚いたよえなんていうの伊藤美咲なんだは石田純一は石田太郎で、うん、ベッキーはレベッカ・エリ・レイボーンだってめっちゃギターうまそうな名前ねね羨ましいぜ俺もレイボーンが良かったないやエビカレーも今や奥芝さんだけのものではありませんねここのエビは超アメリケーヌなんですいや超美味しそうねメニュー見ててエスパちょい高くねって思ってたんだけどうんアメリケーヌで1500円くらいだったら全然安いよね確かにアメリケーヌソースは大月食材でも2号缶で2104円もすんのよ2号缶言うたら 480g ネットのやつだよねそんなすんのとにかくこのエビカレーは随分と美味しいねうちのカミカミカミさん連れていかにゃーならないやつっしょカミカミおかみ行く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 No.3 Green Okini Illy Manami Nijiyu Nishi 15 Coffee House 電車通りの歴史ある喫茶店札幌最古説有力よねここのカレースーカレーのレジェンドアジャンダができる前この場所でスープ状のカレーを出したのがアジャンダの創始者辰尻宗男さんらしいの病気がちなお父さんのため鳥の足で出汁を取り朝鮮人参など45種類のスパイス漢方食材を入れたスープを作ったのが始まりなんだって最初はお父さんと自分で食べるための薬膳スープだったのねほえー、そりゃリアルに薬膳スープだったってことだねそうなのこれを経営していた喫茶店の常連客に提供すると評判になり1975年に別の場所でアジャンタを開いたってわけでその頃のレシピそのままのカレーがこのコーヒーハウスのカレーってことねそうなのでもあんま薬膳な感じじゃなかったねそうだね20年ぐらい前に食べたアジャンタのカレーはかなり薬膳な印象だったけどね私もそう思う20年前は幼児だったけどねうん確かに幼児のように痩せてたねAnyway、さらりとしたガツンと辛いシンプルなスープカレーラーメンでいうところの正統派品そばって感じかなねえ優しいカレー味の野菜スープみたい豆腐のカレーってのがまた嬉しいわこれお米いらない感じあそうかもねこれぞリアルにリーズナブルそうだよねこれぐらいの値段っしょスープカレーも名古屋の味噌煮込みうどんも謎に高いんだよねどうしてなのかしらねそれがね今は亡きスリランカ共和国も札幌スーカレーシーンに多大な影響を与えた有名レジェンド店だけどはいはい
スリランカ共和国の旅人オーナーが相場を跳ね上げたらしいんだよね。そうなの？連日行列の大繁盛店になったスリ教で毎日忙しく働くのが嫌だったらしく、値段をいきなり 1.5 倍にしちまったんだ。あれ、まあ贅沢なお話ね。まあ今となっては伝説でしかないけどね。スリキョさんも旅しててスリランカのスリランカカレーに感動して日本に持ち込んだらしいんでね。スリランカレー美味しいもんね。うまいね。多分流行りのスパイスカレーってやつもスリランカレーが原点だと思うんだけど、だいぶ違っちゃってるよね。多分ね。少なくともスリランカ人が作るスリランカカレーとはだいぶ違うと思います。リアルスリランカカレーは札幌だと丁寧のポルキリさんとかノットさん、あと旭川のスサンタキッチンが美味しいね。興味のある方はチェックしてみてみて。 No.2 Babo Okini Ili Nishioka Yojo 7殺害前のカレー屋さん、こちらもかなりのベテランのようです。1996年に同じ西岡で開業、2010年に現在の場所に移転してきたようです。名前すら聞いたことないけどあるのね、知られざる美味しいお店って。はい、驚きました。初めての時1時間待ちで入ったんだけど、客層を見て、お、こりゃうまいぞって思ったもんね。ということは、そうなのさ。いや、まだ行ってない。老若男女幅広いお客さんでいっぱいでね、若い人は少なくて平均年齢高めなのさ。ひよっとしたらおじさん、意外とヤングめの部類みたいな客層、つえついたお年寄りまで来てる。これは期待大と思ったね。もちこの場所なら観光客も絶対来ないでしょうから、長年地域住民に愛され続けてるお店ってことの証明ね。だ、予想通りさらりと美味しいシンプルなスープに、なんちゅってもパリッパリに皮目が焼かれたチキンがきちんと美味しいね。調理の仕方で食材ってのはすんげー香るっしょ。どんなにいい食材を使ってもハイヒルモモコにかかったらこうなるからね。ある意味芸術的、福山雅治がハウト福山雅治が吐くと共通点感じるのは私だけ？鶏肉ってこういう風に焼いたら美味しいんだよ、牛よりも豚よりもねって焼き方をちゃんとやってくれてはる。美味しそう。そして珍しいのは辛さのチョイスがなしなんだ。ある意味チャレンジャー。この精神もおじさん好きですね。一番美味しい、食べてほしい辛さっていうのが店側に絶対あると思うんだよね。あると思います。そこを出してくれてるのがまたお気に入りポイントだね。そしてちゃんと美味しい。ちゃんとちゃんとちゃんとちゃちゃんとちゃん。チャララチャチャララチャ。No.2 Green Okini Ili Manami Nijo Nishi 9 Murakami Curry Pull Pull。 ここも大ベテランよね。多分最後に行ったの30年ぐらい前だな。30年前言うたら1995年オープンだから、その頃ね。ここは巨匠ね、ある意味。納豆カレーって速攻食いに行ったの覚えてる？はい、その納豆カレーの生みの親、プルプルさんでございます。でもなんでカレー屋さんなのにプルプルなのかしらね。ポレポレさんっていうのもあったね。なんなの？なんかセンス感じるじゃないか、名前だけで。美味しそうだよ。そう？プルプルイメージ言ったらなんかゼラチンで固めたカレーでできそうじゃない？確かに。ここは前室のスリランカ共和国インスパイア系だね。さらっと辛めの赤い系スープ、納豆が驚くほど美味しかったのは記憶に新しくはないが、覚えてる30年前。納豆カレー美味しいでしょ、大好き。納豆苦手のおじさんでも全然美味しくいただけました。あら不思議。レゲエ調の自由な緩い感じが柔軟な発想を生んだのね、カレーに納豆って。そうかもね。後世に影響を与えるお店ってすごいわね。こうやって食文化って進化してきたのね。まさかスープカレーがこんなになるなんて30年前の札幌では思いもしなかったんじゃない？そうだね、30年前言うたら1993年か。まさか200軒以上もスープカレー店がひしめくようになるなんてイメージは全くなかったね。
だよね。札幌は味噌ラーメンにスープカレー、お次は締めパフェといろんな文化発祥してってすっごいよね。なんで札幌はコロコロ出てくるのかしら。なんでやろうね。 Number one Babo Okini Illy is Kita Ichi Jo Higashi 11 Cafe Monkey Bar。 モンキーでした。これ誰も言ってないと思うんだけど、まあ、札幌のトラディショナルのスープカレーとは全然違うからね。確かにこれはスープカレーっていうより料理って感じ。スパイシーな野菜スープみたいな。どこのにも似てないの。唯一無二。全くだ。一さじ目で声出たよね。はっ。って。これは日本じゃないよね、この感じ。ねえ、私もあらって思ったけど、調べたら本当に異国で腕を振るった料理人さんだったのよね。さすがね、このテイストは。嬉しくなっちゃった。一さじでそれを感じ取る。頭おっかないけど、素材の味で。何それ、うまいこと言おうとしたらすんげえ噛み返ったしちまった。素材の組み合わせで美味しくしていくスタイルだなって気がしたね。カクテルみたいな感覚かじらね。あ、そうだね。これは勝手なおじさんの予想だけどね。尖った味が何にもなくってまろやかで、とにかく美味しいわ。サラダがついてくるのも嬉しいよね。スーカレーも最近は似たようなものがたくさん氾濫してるからね。違うテイストを欲したら迷わずここだね。でもラマイやラッキョウ、素揚げなんかが好きな人には向いてないのかも。おお、わかる。それカレー寄りのスーカレー系ね。タイプが真逆だもんね。若い人向きじゃないってこと。そうとも言う。ちょっと待てよ。あれ好きだよ。Number one green okini illy is。 私のナンバーワンスーカレーはなんと、なんと、なんと、はい、モンキー。カフェモンキーバー。モンキーすげえな。ただこれは人それぞれなので賛否はあると思いますよ。あくまでも我々の食癖によるものですので、あしからず。人それぞれ趣味嗜好がありますからね。私たちは比較的趣味嗜好似てるよね。うん、納豆は苦手だけどね。納豆大好き。だから臭いおじさんと一緒にいるの。ああ、そうかも。ブラックコーヒー濃いのが好き。甘いミルクティーが好き。ビールはちょっとしか飲めない。ビール以外は意外と必要ないかも。ニンニクは遠慮したいな。ああ、私も。でもタッコニンニクは別。ああ、別別。青森行きたいね。行きたい。今年は桜逃しちゃったね。だ、あんこもカスタードも羊羹も大好きさ。羊羹と杏仁豆腐は私の人生に必要なし。中トロ、イクラ、しめサバ、赤身、イクラ、エビ、カルビー、サガリ、味噌ホルモン、牛タン、せせり、レバー。好きな言葉は、うん、ありがとう。パポは、非課税、非課税。モンキーのマスター、本当は帰国したくなかったんだって。シカゴか、よかったんだ。シカゴ、シカゴ、シカゴ。ああ、シカゴね。もう分かりづらい。アメリカ人の奥さんが日本で暮らしたいって言ったから帰ってきたんですって。へえ、そうなんだ。って暮らしてみてどうだったのかな、奥さん。聞いてみたいね。ね、お店お手伝いしてたりしないのかな。うん、話聞いてみたいね。今度飲みに来てみようか。それはちょっと嫌な予感。なんで？いや、だって地味編のレコードいっぱい並んでたもん。私そっち抜けてマスターと飲みに入っちゃうの目に浮かぶわ。まさかよ。いや、絶対なる。絶対なる。なるかな。絶対。いちいちでいつまでもどこまでも一生一緒のバカ夫婦。はい、いちいちでいつまでもどこまでも一生の一生のバカ夫婦。神がよろしいようで。めでたしめでたし。タンタン。次回のメシュ旅はガチデイマータタバサイ。Sapporo Asabu Kaiwai desu. O tanoshimi ni. See you soon. 見た瞬間、あ、これ俺のだって思ったのね。こと焦りすぎです。流し忘れにはご注意ください。あんまいないと思うんだよね。あの、流し忘れで残っちゃうこともあるんだけど、うん、あの、3年に1回ぐらいすごいのが出ちゃう時があって。
それは本当に流れないんだよ。あったねそれ、おじさん。あのトウモロコシの小型のやつが一本出たと思っていただければ、そりゃ流れないわね、硬かったらね。流れないね、うん、あのつっかい棒になって、はいはい、流しても流してもカタ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 ってこう揺れるだけっていうさ、それがねあれだよ。家で、あの、で、まあ、3年に1回ぐらい出るんでね、はい、過去18回ぐらい出てるんですよ。すげえな、なかなかの19回目ぐらいかな。なかなかの記録です。なんで慣れてるから、うん、あの、あ、冷静にね、うん、使い古しの割り箸を取りに行って割り箸で切断して流すんだけど、うん、いつもはお家はね、ビニール袋に入れて、はい、割り箸は処理するんだけど、これ出先で出ちゃった時はね困るんさ。あの掃除用のあのボッコとかがあれば、あ、そいつでこうガッガッとかで割れるんだけど、うん、何もない時はねどうしようもない、ね、そうだね。でオートバックスですよ。閉店間際のオートバックスで駆け込んだら、あのもう便所掃除が終わってて、うん、利用しちゃダメっていう札が立ってたの。おうおうおう。だけどもう緊急事態宣言ですよ。おじさんのね、もう顔がこんにちはしてますから、こんにちはあの、うん、ちょっと油汗かいちゃったぐらいの、もう誰もいないのに札だけが立ってんのに、んーちょっと緊急だからって言いながら入っていって、そしたら、うん、まさかのトウモロコシですよ。おじさんの大好きな。そして道具がないと。これ困ったよ。ティッシュをね、トイレットペーパーをさぐるぐる巻きにして手で、うん、手で折るっていうのもさなかなかうまくいかず、蛍の光めっちゃ煽ってくるしってことで、もうごめんなさいってつぶやきながらトウモロコシ置いて帰ってきました。ごめんなさいオートバックスの人、うん、本当に申し訳ございませんでした。この場をお借りしてお詫び申し上げます。グリーンは小学校低学年でだったな。トウモロコシ？うん。六本木のスペイン料理屋さん。やったの？お母さん呼んだ。お母さん、うんちが流れないっていう。トウモロコシだったの？うん。あらーって言ってた。してどうしたの？なんかトイレットペーパーでママがピッピッってしてピッピッって。和弁だったから、こう押して。それはもうあれだよ。世界中のグリーンファンのために封印しましょう。